さて、次のコーナーは面白昆虫ライフです。ムシスキーさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ムシスキーさんです。今日もよろしくお願いします。はい、えいこちゃん、本州では梅雨に入って雨の日が多いかなって思うんだけど、さっき環境省の人が話していたように、北海道でも最近はエゾ梅雨なんて言われるようになってきたよね。雨が降っている日は昆虫たちもどこかで雨宿りしているんでしょうか。そうそう、雨の日は昆虫たちをあまり見かけなくなるし、そもそも私たち人間も外に出かけるのをちょっとためらったりするよね。今回は天気の悪い日でも楽しめる展示物が盛りだくさんの札幌市環境プラザにお邪魔してきました。昆虫だけじゃなく、地球の環境や自然に関することを楽しく遊びながら学ぶことができるところなんですよ。札幌市環境プラザは去年のエコチルライブでも何度か登場していましたよね。楽しみです。そうでしたね。それでは早速こちらの動画をどうぞ。はい、ということで今回は札幌市環境プラザにやってきました。職員の高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、札幌市環境プラザではどんなことをすることができるんですか。はい、環境プラザはいろんな環境問題について知ったり考えたりする施設です。さまざまな展示物で環境について学んだり、環境に関する情報を発信したりと、札幌市における環境活動の拠点施設としての役割を担っています。幼児や小学生にはゲームや自然体験活動を通して、若者や社会人にはオンライン授業やワークショップを通して気づきが生まれる学びの支援を行っています。展示コーナーでは2ヶ月に1回環境に関するテーマで展示を作成しています。6月からは遊び尽くせ札幌の自然ということで、市内で自然を使った遊びが楽しめるスポットを紹介いたします。イベントや環境に関する情報はホームページや Facebook でも配信していますので、ぜひご確認ください。また昆虫観察などにも使える物品の貸し出しも行っています。虫眼鏡や双眼鏡などもありますので、ぜひご活用ください。はい、ということで札幌市環境プラザの外にやってきました。さあ、これから昆虫を探していきましょう。昆虫の中には気温が高い日には石の裏などに暑さを逃れるために隠れてしまう昆虫もいるんですね。ここにアリの巣がありました。はい、この木は春ニレの木といって、木の中でもそんなに数が多くないんですけど、樹液が出る木です。今はそんなに出てないみたいなんですけど、夏になると樹液が出てきて、例えばこの町の中でもスズメバチだったりコガネムシだったり、いろんな昆虫がやってきます。また葉っぱにもいろんな昆虫がつくんですね。例えば蝶やガの幼虫だったり、ハバチの幼虫だったり、町の中の大きな木一本だけでもさまざまな昆虫が暮らしているんですね。はい、ということで札幌市環境プラザの周りで昆虫を探してきました。町の中のちょっとした自然の環境の中にもたくさんの昆虫が住んでいるんですね。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで札幌市環境プラザの周りで昆虫を探してきました。今回もいろんな昆虫を見つけることができましたね。はい、札幌市環境プラザでは施設の周りでも昆虫を観察できますし、時々昆虫の不思議を楽しく学ぶことができるイベントも実施しているそうですよ。はい、そうなんです。コメントである通り素敵な場所なんですよね。はい、詳しくは概要欄の URL から見ることができるので、気になった人はそちらも見てくださいね。はい、ところで英子ちゃん、実は
エコチルの公式 TikTok アカウントができたのは知っているかな？もちろんです。私はもうチェックしましたよ。あ、さすがエコちゃん、チェックが早いですね。これまでのエコチルライブの紹介動画などもアップロードしていますよ。はい、昆虫忍者のクイズは新しいクイズが増えていましたね。視聴者の皆さんもエコチル公式 TikTok のフォロー、いいねをお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。ということで今回も面白昆虫ライフ、そろそろお時間ですね。次回の面白昆虫ライフもお楽しみにしてくださいね。はい、虫スキーさん、今日もありがとうございました。今日のネクタイも素敵でした。